アドレスだけ来た時すごくドキドキしちゃったから。ごめんね、うららかさん、いろいろあって連絡できなくて。大変なのは分かってるから、安静にね。またいろいろ聞かせてね。うん、ウラビティちゃん、基礎トレやるよ。あ、はい。じゃあまた学校でね。大変な時にごめんね。じゃあ恋バナ。違います。ねえ、ちょっと待って。今緑谷いづくならって考えたろ。君、彼のこと好きなの？おちゃこちゃん、13号先生と戦ってた時、青山ちゃんと何話してたの？え、それは彼のこと好きなの？好きなの？そんなんじゃないから。どうした、うららか君、顔が赤いぞ。風邪か、何かあったのね、お茶子ちゃん。みんな行動早いな。うん、うららかさんはどうする？僕はウェイトリストをちょっと重めの欲しいんだけど。私は虫よけ。君、彼のこと虫よけ。虫、別にそういうんと違うのに。多分戻らんと。いや違うけど、戻って謝るだけよし。うん、嘘、別に一緒にお買い物とかそういうんと違うもん。そもそも別に同じヒーロー志望としてすっごいなってだけやし。うん、戻ろう。いや全然あれ違うし。青山くん、ほんとちゃんちゃらおかしいわ。デック、ついに林間合宿の始まりだね。そうだね、うららかさん、近い。どうしたの？いや、そのあ、君、彼のこと合宿だね。合宿。最近、無駄に心がざわつくんが多くてね。来いだ。なに恋？知らん。お相手は緑谷か飯田？一緒にいること多いよね。ちゃわ、そんなんじゃ。必殺技と呼べるレベルにするには、そんなんじゃ。えっ、うわ、なんなん。大丈夫、怪我はない？大丈夫、ありがとう。うららかさんのおかげで助かったよ。そんなこと。あ、解除するね。